前回のあらすじ。5回ワニに食われました。まあそんくらいか。思い出としてはまあそんなもんか。もう一つあるな、前回のあらすじ。ここは男が入っちゃダメな場所なんですけど、男が捕まってました。でも俺は大丈夫。なんでって、特別扱いだからね。お、気持ちいい、最高。特別扱いしか勝たんで、これ。牢屋入ってみて。ちょっと嫌やねんけど。この先は官房だ。いくらお前が我らの町への出入りを許された特別なボーイといえど、通すことはできん。どうしても入りたいなら中にいる奴のように掟破りにもなるんだな。お前は一体何をしたんだ。さては下半身脱いだな。はい。あ、まだセーフ。まだセーフね。うん、じゃあこれでどう。あはははは。服をまとわぬ不思議なボーイ発見。急いで捕らえろ。あああああ。しかも濡れてます、僕。貴様、なんだその格好は。ブラッチモノめ、さっさと服を着て反省しろ。裸でびちゃびちゃな男です。よう、お前も裸やったんか。え、いつの間に。え、ちょっとあれっぽい。わかる、誰か。え、いつの間に。チョコプラ、正解。ゲルドの男子禁制の掟って、かなり厳格で有名なのに。許可が下りるとか、君は何者なんだい。僕は単に妻のペティと、娘のアクレットの顔が見たかっただけなのに。ペリー、アクレット、パパはここだよ。恥ずかしくないん、パパはここだよとか言って。そんな無の顔で捕まって、恥ずかしくないん。ワビスケ。ワビロ、ワビスケ。じゃあ、ちょっとワビスケ、見といてな。そろそろ頭も冷えただろう。兵隊長から許してやるとお達しも出ている。もうこんなところに戻ってくるんじゃないぞ。ふぅ。見た？ワビスケ。もうこんなところに戻ってくるんじゃないぞ、やって。もう行きません。こんなところに行くような僕じゃないんで。こんなところにいるお前とはおさらばさ。おー、宝箱。50ルピー。紫色に輝くルピー。これはかなり嬉しい。やっぱリンクも金好きなんやな。これはかなり嬉しい。待てー！ほう！北の方やったな。任せろ。俺は方角に自信がある。北の方はこっちで。ああ、もう着いたじゃん。雷の技特訓とか取ったな。ああ、かっこいい。強ー！逆らわんとこか。当たらぬな。このままでは、また皆を守れぬ。あ、俺リンク。よくわかったね。僕がリンクだよ。驚いたな。このような場所で会うとは。まず見た目に驚いて。ルージュ、えらいべっぴんさんですね。この砂塵はハイラル城の異変と時を同じくして出現した。瞬く間に我が町を砂漠ごと覆い尽くし、そしてその中から正体不明の魔物の群れが現れたのだ。我らはそれをギブドと呼んでおる。ゾンビみたいなやつね。今わらわはあのカカシに雷撃を当てる鍛錬をしている。ギブドへの有効な攻撃になるのでは、そう思ってな。いや、ちょっと可愛いなぁ。俺も当ててほしい。雷ルージュちゃんになら当てられても本望かな。しかしこれは最近発言したばかりの未熟な技。まだ思うように狙いが定まらぬのだ。そこでリンク、実験台になってくれないか。人が相手なら狙いやすいと思うんだ。リンク、この鍛錬、そなたの手を借りられぬか。はい、的になります。いつでも言ってください。あのカカシに向かって矢を射てくれ。わらわはそれを狙って雷撃を落としてみよう。なんや、つまんないの。全然僕でいいのに。いや、別にここに矢を射抜けばいいんか。でも、ありがとう。掴めたぞ、この感覚だ。これならギブドどもを一周できる。そなたのおかげだ。いえいえ、僕は何もしてませんよ。ありがとう。てんれー、ギブドの群れがカラカラバザールを、教習との方が入りました。すでにビューラ様はカラカラバザールに向かわれています。なに、よし、あい、わかった。わらわの雷にはそなたの導きが必要だ。すまぬが今一度力を貸してほしい。ひとたびはギブドどもに目にもの見せてくれよ。体持つかな。やばい、道がわかんねえよ。でも大丈夫、俺は方向音痴じゃないからね。多分こっちだ。ここはどこ？どこ行くの？まあ、まずは地下ですよね。
太陽の盾、強っ。めちゃくちゃいいとこに来ちゃったね。やっぱワープなんかするべきじゃなかったよ。こんないいものがもらえるんだからさ。なんで何が起こった。うわ、ギブドアップで見たらよりキモいな。これ以上ギブドどもを近づけるな。こんなん怖っ。このままでは。お、俺いらんやん。ルージュちゃん、俺いらんかったやん。待たせたな、みんなのもの。待たせたな、びちょ濡れの俺もおんで。族長お守りしつつ、魔物どもを殲滅する。オッケー、任せろ。よし、任せろ。ここで撃つ。あら、便利。こうやって使うんやな。硬いな、この、誰に言ってんの、君ら。やってるふりせんといてくれる？ちゃんと働いてくれな。あれは敵の巣か。これ、あそこから湧いて出てきてるのが、キモー！あれを破壊し元を立たねば。気持ち悪ーい。おい、いいね。お、ナイスー。これ上に向けて撃ったらさ、上に行くん？それとも、着弾地点に行くん？リンク肩強っ。あ、なんか、あははは、ごめんごめん。俺が遊んでる間に気失ってる。ルージュ様のピンチだぞ。何をしている？早く起きろ！ぴよ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 。起きなさーい！ビューラ、我らの到着までよく持ちこたえてくれた。いや、そいつぴよぴよしてましたよ。あれ？ゼルダ？ゼルダ？いつになったらこっち向いてくれんの？そんな彼女して。ラララララ、何事ですか？ゲルドの町の方角だ。あれ、ゲルドの町？やばい、覗きのおっさん、覗きのおっさんが巻き込まれたんじゃないか？まあ、自業自得か。おっさん、もっこりのおっさん。なんかあいつもっこりしてるらしいねんな。俺と一緒で。もっこり同盟組んでんけどな、あいつと。もっこりのおっさん、おらんねんけど。飛ばされた。女の子を見ようとして、ここに侵入して、ただもっこりさせていただけのおっさん。いなくなっちゃったんだね。バイバイ。見ろ、リンク。カラカラバザールに出現したのと同じギブドの巣だ。目の前に。しかも今回は3つ。我が町の門を囲んでいる。いよいよギブドどもが群れをなして襲ってくるだろう。あの状態、身を守っている巣は堅牢だ。だが目覚めてギブドを産むとき、隙が生まれる。ギブドどもは必ず襲ってこよう。その時が我らにとっても好機だ。ん？出た、先祖の声。来い。来い。我が元へ。来てくださいだろ。リュウジ様、リンクもいかがなされました？聞こえない者は黙っておれ。戦の準備を整えねば。俺も準備しないと。おっさんを探さないと。別に準備することないねんけど。戦の準備は整いました。来たねー。うわ、いっぱい。町の外に魔物が現れたぞ。各門の守りを固めよ。ちょちょな、俺だけなあ、俺だけ。悲しいねんけど、この絵面。戦の準備しなきゃ一人。俺が選んだハードワーカーの道なん。ちょ、嫌やん。一人でずっとこんな。寂しい。みんなとやりたい。なんで俺一人でこんなしなあかんの。東門の巣から。あ、東門やって。オッケー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 。東門は近い。敵が町中まで入り込んだ。お前は町入り込んできた。オッケーオッケー。どこどこどこ。で、あれね。あれ壊してくるからちょっと待っといて。この辺から撃ったら届くやろ。あ、ナイスナイス。よーし。新型ギブド。あぶねえ。お前ら、俺のルージュちゃんに触ろうとすんなよ。平民もやられる。あ、そうなん。平民も死ぬ。やばいやばいやばい。平民の命を守らないと。あれや。ナイス。平民が死んじゃう。あ、ごめん。平民にどうだ。うわ、すげえおるやん。よいしょ。よいしょ。結構減ったんじゃない？あ、足止めしてる。平民が。これ平民が足止めしてんぞ、ラスト。俺がすぐ助けに行ったるからな。待っとけ。ヒーローが行くからな、すぐ。あ、平民、ありがとう。よくやった。最後の手柄持ってかれた気分。やるやん、平民。もっこりおっちゃん来おへんかったな。おっさん、どこ行っちゃったんだよ。おっさん。おっさん。おっさん、騒動が終わったら帰ってきたんだね。姑息だね、君は。よかった。
か。あの、あそこにもっこりしたおっさんおるから早く捕まえてきて。こっちも気になるけどな、俺は。何の授業なんやろうな。あなた心に決めた人はいる？なんかちょっと照れてんねんけど、リンク。照れてない顔。よかったらレッスンに参加してくれないかしら。街の中じゃ本物のボーイと触れ合う機会なんてめったにないからね。あ、でも、お昼は幼いバーイたちの時間だからさすがに立ち入り禁止よ。成人したバーイしかいない夜の授業の時にお願いできるかしら。おっと？エステで綺麗にしてもらってから、ちょっと覗みますか。29円しかない。夜に起こして。9円。あの、9円しか持ってないボーイやけど、俺に魅力あるかな。ここは恋の学び場。関係者以外は立ち入り禁止よ。でも参加してくれるのは話はですよ。さあどうする？参加します！このボーイと楽しくお話してみましょう。それじゃあ。ネリチュちゃん、あなたならできるわ。頑張って。先生。無理です。ボーイの顔直視できません。初めてのボーイがこいつかわいそう。常識歪むって。大丈夫よネリッシュちゃん、よく見て顔は隠れているわよ。確かにマッシュヘアがついに来た。これならお話できそうです。よかったマッシュで。恥ずかしがり屋のネリッシュちゃんの不安を和らげるために顔を隠して歩み寄る優しさ、とっても素敵だったわ。元がこれなんですけど。